ブータン休日本校では、ブータンのスポーツについて記述する。ブータン休日は、脱衣と呼ばれ、ブータンの国技として人気がある。競技会がほとんどの村で定期的に開催されている。これは、オリンピックで行われているようなアーチェリーとは異なっており、競技は、数名を一組として、二組の対抗戦として、100メートルほど離れた的を狙う形式で行われる。チームの 各メンバーはラウンドごとに2つの矢を放つ。伝統的なブータン休日は社交的な行事であり、競技は村、町、そしてアマチュアチームとの間で組織されている。矢が的に命中すると祝いの歌と踊りをひとしきり行うなど、時間を気にせずにゆったりと進めるため、正式な試合は数日を要することもある。 伝統的なダーツは、ダチツェと同じように人気のスポーツである。木製の矢を10から20メートル離れた敵に向かって、投げる。他に、伝統的なスポーツとして、ディーゴアという、砲丸投げとホース集投げに似たスポーツがある。クリケットは、近年、ブータンで人気が上がっている。ブータンのクリケット代表チームは、地域の中で、最も成功した国の一つである。2000年代以降、 サッカーの人気が高まっている。2002年、FIFA ワールドカップ、決勝が行われる同じ日 FIFA ランキング202位の、サッカーブータン代表は最下位203位のエリオ、モントセラト代表との間で最下位決定戦を行った。試合は、ティンプーのチャンリミタンスタジアムで開催され、ブータンは4-0で勝利した。この試合のドキュメンタリー映画が、 オランダのヨハン・クレーマーによって作られた。ブータンは、夏季オリンピックでは1984年、ロサンゼルスオリンピック以降、毎回出場しているが、冬季オリンピックには2011年現在、一度も出場していない。ブータン飲食中、2011年11月20日時点のオリジナルより、アーカイブ。2011年6月26日閲覧。ありがとうございます。